これまでの滅亡の光は、それよりはむしろ攻撃も移動も通信もできる機体に乗っている方ができることはあるかもしれない。時間が経てば連合艦隊が正攻法を考案してくれるかもしれない。二つの可能性を天秤にかければ答えはおのずとわかる。すまない、君の言う通りだ。ファーイーストは気持ちを切り替えた。今自分たちができることに懸命に取り組まなければならない。そうすることできっといつか状況を打開できるはずだ。そう信じ続けることこそが今できる最大の貢献に違いない。リベラは 1km をあっという間に駆け抜けた。赤い光の強さが増していることはフィールド発生装置に近づいていることを示していた。突入部隊が全く立ち入っていない第2中枢は第1中枢の時とは異なり、遺体がないためフィールドの境界線もわからない。それでも移動時間の間に第1中枢の情報をインプットし終えたリベラは理論上の位置を概ね把握できていた。銀河帝国の前に散った最初の突入部隊を率いたアノーキーと第一中枢を破壊した鉄夫はリベラの旧来からの戦友だった。同世代の3人は異なる国で時には敵対国として第5次世界大戦を戦い突入兵として名を挙げた。その後地球連邦平和維持軍が結成され、入隊したアノーキーと鉄夫は戦果を上げて出世を続け、突入部隊を率いる連隊長にまで上り詰めた。だがリベラが所属するスペイン義勇独立軍は金星資源の独占を目論み、連邦平和維持軍とは友好関係にはなり得なかった。未だ加入を拒み続ける義勇軍だったが、リベラは今回の戦いに志願兵として参戦した。二人に置いていかれる形となり、長年地上から忘れ去られていたリベラにとってこの戦いは義勇独立軍として生きた自らを肯定するための戦いでもあった。そしてアノーキーと鉄夫が散った今はその意義も少し変わりつつあった。リベラはフィールド発生装置まで約500メートルの地点に来ていた。すでに通信機も機能せず、ファーイーストらとは連絡が取れない。手元に装備する小型即興システムもダウンしている。リベラの眼前に広がるのは約300メートルの通路、そしてその先に広がるのは半径200メートルの大広間だった。情報によれば大広間やその手前の通路では防衛システムが待ち構えていて、第一発生装置の破壊を試みた歩兵は多数の死傷者を出したという。ならとリベラは500メートルの境界線手前にやれやれと座り込んだ。携帯してきた遠隔制御ランチャーは使えそうになく、リベラは無造作にランチャーを放り捨てた。リベラはいつになく真面目な表情で背負っていたバッグから手のひらに乗るほどの大きさの新刊を取り出した。作戦は至って単純だ。熱源も機器も受け付けない空間ならば、電子制御のない旧来の次元新刊を利用した次元爆弾を使えばいい。熟した科学文明においては時に旧時代の技術が盲点になることをリベラは知っていた。地球連邦平和維持軍ですらこのような旧型の爆弾は座学で習う程度で、大多数がその存在を忘れている。現代の戦争は高度に電子化されており、従来の点火式次元爆弾など正規の装備に組み込まれるはずもないからだ。リベラは混ぜると巨大な爆発が起きる2つの危険性薬剤を手際よく爆弾内部にセットしていく。爆弾は小型、中型、大型と3種類あり、全て原理は同じだった。時間が経てば薬剤が間を隔てる壁を溶かし、混ざって爆発が生じるという原始的なものだ。旧時代の兵器理解に長けているリベラだからこそ考案した作戦といっても過言ではない。だが問題は飛距離にあった。大型次元爆弾は1つしかなく、独立軍が独自に調合した条約違反の炭素兵器の力を借りても半径 250m ほどの爆発力であり、リベラからフィールド発生装置までの距離が 500m ほどである以上効果は及ばない。大型爆弾を 250m 投げるのは人間の腕力では不可能で、弓の原理を利用した簡単な射出装置を製造したとしても目標までは届かないという目算だった。そこをリベラは奇想天外な発想で覆そうとしていた。ふん、超文明の巨大兵器の中でこんな原始的な爆弾を作らされる羽目になるとは、皮肉なもんだな。誰もいない空間で一人そう叫ぶと、リベラは全力で投擲機を握りしめ、一つ目の大型次元爆弾を中枢に向け投げ入れた。放物線を描き、大型爆弾が遠方へ投擲される。あくまでも次元爆弾であるため着地の衝撃では爆発せず、球形のそれは鈍い音を立てて地面に転がっていく。
傾斜もほとんどない空間ではそれ以上前に進むこともなく、重力の力を借りて中枢から350メートルほどの地点で止まる。一つ目の爆弾が狙った通りの箇所に着地したことを確認したリベラは、今度は一つ目と比べると小さい小型爆弾を取り出す。それを遠方に放り投げるとリベラは少し後退する。すると核壁をあえて薄く作っていた二つ目の次元爆弾が先に起爆する。炭素兵器が生成する特有の黒い爆風がリベラの視界を覆った。爆破範囲こそ50メートルと規模は限定的だが、かつて地球で恐れられた爆弾は県外に強烈な爆風を送り届ける。爆破圏外まで退避していたリベラは爆風に耐えながら中枢方面を見つめ、拳を高く上げる。すごい。ファーイーストは思わず感心した。今になってリベラが二人に待機するよう強く言っていた意味が分かった。それは爆弾と爆風が作り出すビリヤードだった。電子機器を一切使わず、長年の勘と経験だけでリベラはそれをやってのけた。二つ目の次元爆弾の爆風を使って一つ目の爆弾をフィールド発生装置方向に100メートルほど飛ばすことに成功した。つまり今、大型爆弾の爆破半径に目標が入っている。しかしそれでは威力が不十分であるということを知っているリベラは、今度は中型爆弾を取り出し、それをまた60メートルほどの地点に投げ入れている。中型爆弾の爆発は周囲100メートルほどに及び、生み出された爆風が再び大型爆弾を突き動かし、計算通り中枢の100メートル以内に転がり込む。爆発威力、爆風飛距離、作動時間を逆算し、3種類の爆弾を使い分けたリベラは、かつて欧州で呼ばれていた爆弾の使い魔という異名にふさわしかった。撃ち当てろ、化け物が。リベラがそう嘲笑った時、最初に投げ入れた大型爆弾が起動し、半径250メートルにわたって爆発が引き起こされる。遠い過去、第三次世界大戦で世界を混沌に陥れた条約違反の爆発物は中枢を漆黒で染め上げる。赤き光が消え失せ、リベラは腰元の通信機が反応を開始したことに気がつく。未だ視界は黒い機体ではっきり見えなかったが、電磁妨害が解除されたことが何を意味しているのか、リベラはすぐに理解した。こちらリベラ！通信機に向かい、大声で叫んだ時だった。赤い光が点滅していることに気がついた。同時に連合艦隊から小さな声が聞こえてきた。電磁妨害は解除された。だが、惑星破壊兵器のフィールドは残っている。第二中枢のフィールド発生装置は完全には破壊されていない。リベラは地面を蹴りつけた。爆発力がわずかに足りなかったのだ。まだだ。リベラはおもむろに背面から突撃小銃を取り出し、500メートルの遠方からの射撃を試みる。しかし、低重力下であっても射程限界であるそれは、小さな火花を中枢装置にはぜさせるだけで意味のない射撃だった。ファーイーストは何が起きているのか理解しきれていなかった。有人オートマトン内では連合艦隊からの惑星破壊兵器のフィールドは依然として健在であるという通信のみが伝えられていた。どうすればいい。中枢から 2km 離れているオートマトン内の索敵機能は半分近くえぐられたフィールド発生装置の姿をモニターに映していた。点滅する赤い光を見てファーイーストは焦燥感に駆られた。カルビンはここで下手に身動きを取れば突入部隊の大半を沈めた砲撃に襲われる可能性があると言った。連合艦隊の連絡を待つべきだと主張した。ファーイーストは先ほどの件もあり、それが正しいと感じた。だが不意にファーイーストの脳裏にある言葉が流れた。何かを決断するということ、今を捨てるという代償を支払うということ、自らの足場を壊し沈むかもしれない浮島に自分の全体重をかけるということだ。今なんて捨ててしまえばいい。妙な自信と落ち着きを感じたファーイーストはあることに気がついた。この瞬間ファーイーストは自分の判断、目の前に起きている事象を自分の頭で考えた。もう誰かに責任をなすりつけない。失敗したっていい。誰かから教えを請う時間はもう残ってない。カルビン聞いてくれ。そう言ってファーイーストは口早に説明を始めた。それは彼らが持ち込んだ対物狙撃銃を使用してフィールドを失ったはずの中枢を狙うというものだった。しかしここから 2km 先を狙うより近づいて撃ち抜く方が成功確率は上がる。リベラが中枢を一部破壊し銃撃がフィールドを貫通している以上、電磁妨害や防衛システムはもうないと考えるべきだと主張した。危険だ。まだ電磁妨害や防衛システムが残っているかもしれない。ここで指示を待つべきだ。止めにかかるカルビーに対してファーイーストは勢いのままに懐から拳銃を取り出した。それはハーレンが戦場に出る前に授けた拳銃だった。邪魔しないでほしい。言い争う時間はない。僕は本気だ。銃口を向けられているカルビンは
額に汗を流しながら、それはリスクが高すぎると口を開こうとしたが、先にファーイーストが発言した。わかってる。けどこの戦場で、みんながそうやって、わずかな可能性とタイミングに望みを託して決断したはずだ。僕らだけがここで待機してるのはおかしい。一緒に死のうとは言わない。これは、僕がなすべきことなんだ。怖いなら降りてくれ。荒い息遣いになっていたカルビンが徐々に呼吸を整える。先ほどまで灯っていた薄気味悪い赤い光は今にも復活しそうにしている。ファーイーストの目は命を懸けた真剣な眼差しだったが、密かに震えるその瞳には極度の緊張感も垣間見えた。行こう、というファーイーストの声でオートマトンは前進を開始した。だが直後、シアン側のカルビンを見て、ファーイーストも異変に気がついた。一度オートマトンを停止させようとするが、オートマトンはまるで何かに操られているかのように同じスピードで前進を続けていた。まさか。ファーイーストは事態を察した。中枢の防衛機能はまだ生きている。リベラの中枢破壊工作によりフィールド機能が弱まっていただけだったのだ。機体は防衛機能の範囲に入ったため制御不能に陥り、強制的に制御され前に進み続けていた。中枢前の攻撃システムも一部機能している可能性が高まり、それは数十秒後には機体がコッパみじんにされるかもしれないことを意味していた。ごめん、僕のミスだ。冷静に考えればこうなることは予想できたはずだった。仮に中枢が復活すれば500メートル付近に突入部隊を壊滅に追いやった防衛システムが作動するのだ。彼の言うように待機していればもっと現実的な作戦が実行できたかもしれない。しかし自分は銃で威圧して押し切り、この作戦を実行した。君の言う通りにすべきだった。後悔の2文字では済まされなかった。拳銃を授けられた時のハーレンの言葉が脳内を駆け回った。亡き大師匠の思いも、戦場で待つ師匠の期待も、いや地球人類とザナの願いも全て自分の判断ミスで粉砕してしまった。結局自分は夢を景色で追うだけの役に立たない戦力だった。リベラだけではない、人類が紡いできた可能性の糸をたった一人、自分の愚虚が切り落としてしまった。カルビン、君は降りてくれ。ファーイーストは中枢に固定していた視線をカルビンに戻すと、静かに何か作業している様子が視界に入った。監視室で見た分析機を利用してオートマトンのシステムコンソールにアクセスしていることが分かった。降りるかよ、言っただろ、なすべきことをなせと。時を計ったようにカルビンが突如 OK と落ち着き払った声で言う。同時に二人の体が前に押し出され、オートマトンの機体は後方に向け爆発的な速度で急発進していく。カルビンによればオートマトンに電磁ハッキングを仕掛けて電波制御を行うことで一時的に強制更新させることに成功したとのことだった。彼は先に散っていた突入部隊の訃報をもとに、いざという時にこの一手に出ることを考えていたという。一歩間違えれば破壊を引き起こす危険な爆地だったが、奇跡的なタイミングで判断したことによって運は二人に味方した格好となった。決めた、今ここから撃つ。カルビン、君は即興。電磁妨害圏外まで戻ったオートマトンの中でファーイーストはもう与えられたチャンスを無駄にするつもりはなかった。阿吽の呼吸で動き出したカルビンはすぐに即興を始める。同時にファーイーストは両腕に対物狙撃銃を構える。もう迷わない、確率なんてどうだっていい、必ず成功させてみせる。カルビンの指示に従って照準を合わせ、両手の汗を感じながら呼吸を静かに整える。そして迷わずに引き金を引いた。放たれた狙撃弾は願いに応えるかのように中枢入り口を突破し内部を駆け抜けた。だが半分欠けたフィールド発生装置に命中することはなく、後方で虚しい爆発を起こすだけだった。やはりここからでは命中させられないのか。 2km という距離の長さにファーイーストは一瞬圧倒されたが、ひるんでいる時間はなかった。防衛システムが完全復活するまで残りますか。決めたことをやるしかない、貫き通すしかない。重量係数算出、次はいける。ファーイースト、カルビンの報告を尻目にファーイーストは迷うことなく再び引き金を引く。銃弾は通路をまっすぐに飛んだ。ファーイーストは表情を変えずにその結果を受け入れた。銃弾は発光体の手前で火花を上げ無効化された。狙いは正しかった、だが無効化された。中枢のフィールドが回復しているのか、やはり土台不可能な作戦なのか、
再び気持ちが揺らいだ。本当に正しい選択だったのかどうかわからない。だが自分の選択を正解にするしかない。正解になるまで時に己を信じ、時に己を捨てて進み続けるしかない。その時また一つの言葉が蘇る。己の心を決めなさい。決めないうちは人生は周りに流されて終わる。そなたの人生はそなたのものじゃ。何か一つ決めて景色が変わるまで走り切らなければならない。この戦いに参加する前、デモーナはそう諭した。その言葉の意味がようやく分かったような気がした。心を決めること。簡単そうに聞こえていたが、今になってそれがどれだけ難しいことなのかを理解した。いかなる環境や苦難があっても前に向かって走り続けること。自分の信念を曲げずに突き進むこと。それらは言葉にはできないくらい大変なことで、それを続けることが人生に違いない。言ってみないとわからない。やってみないとわからない。そう言い張って周りの反対を押し切って、ハーレーに強引な交渉を持ちかけ、地球からザナへ渡った。無理を承知の上でも、ザナを内部から覆そうとゲニウス巨国で奔走した。ザナと地球の架け橋になるという夢ができた。いつも成果にならず、間違っていたのかと挫折しそうになっていたが、今はこう思う。僕はまだ、走り切っていない。それは寸分の一秒に紡がれた、一瞬の本能のような思考だった。次で決めなくてはならない。あの光が元の強さを取り戻す前に、揺るぎのない信念が三発目を発射させた。その銃弾は、綺麗な軌道を描いた。全人類の希望が乗ったように、報道を駆け抜け、中枢内部に入り込んだ。赤い光が元の強さに戻った時には、すでに遅かった。ファーイーストが放った最後の矢は、惑星破壊兵器の最後の心臓を破り、吹き飛ばし、完全に破壊させた。中枢が爆風に包まれ、勝利の風が押し寄せてくる。中枢が保持していたエネルギーの本流が一気に爆発したかのようで、ファーイーストの視界は光に埋め尽くされた。何がどうなったかもわからず、ファーイーストは爆風と激震に耐えた。一泊を置いて地球艦隊要塞司令部からの通信が届いた。その知らせを聞いたファーイーストは反射的に涙した。その瞬間、艦隊の視線は惑星破壊兵器に釘付けにされた。惑星破壊兵器を覆っていた多層性結合波形フィールド。幾多もの砲弾を吸収し、すべての攻撃を無効化してきた混合力の壁が、瓦解するのを見た。惑星破壊兵器の周辺が光り、周囲の時空間を震わせる衝撃波が戦場を襲った。白い波動が発生し、銀河帝国艦隊の背面を襲う。銀河帝国艦隊の美しい陣形がかき乱され、瓦解していく。ザナ艦隊2000隻の集中砲撃すら、ものともしないフィールドが今、ついに剥がされたのだ。それを視認したザナ艦隊総司令は、再度言葉をつなぐ。自分でも何度も試みることに疑念を感じないわけではなかった。それでも、マルタンの強い信念は、セリフを紡がせる。アトバス、この戦いはもう終わりだ。惑星破壊兵器が止まるのは時間の問題だ。これ以上戦うのはお互いに無益なんだ。話し合いをしよう。マルタンの顔は、戦国とは違い、あざだらけで、顔に生傷をたたえ、血を流していた。それでもその瞳は、アトバスをまっすぐ見つめていた。アトバス、時代は変わろうとしている。手を取り合えば勝てるんだ。宇宙連邦に血で血を洗い、力の論理で支配され、無限に予定調和の戦争を続ける、そんな世界は変えられる。その痛みを知る私たちなら。アトバースから返事はなかった。惑星破壊兵器のフィールドが消失した事実は、艦隊戦の優劣を完全にひっくり返すことの力があった。惑星破壊兵器内部。惑星破壊兵器到達まで6時間。フィールド発生装置を破壊したリベラはその場に横たわっていた。目前には火を吹き上げるフィールド発生装置の鉄くずが舞っている。それを花火に見立てたリベラは小さく笑ってから通信機に息を吹き込む。よくやったな、構造ども。嫌な予感がしたファーイーストは狙撃銃のスコープでリベラを覗き込む。横たわるリベラの背後からは血の息が広がっていた。発生装置が爆発した時の破片によるものかもしれない。ファーイーストはすぐに助けに行きますと叫んだ。生き残れる可能性が少しでもあるのならば、最後まで全力を尽くさなければならない。そうしなければこれまで散っていった仲間たちに顔向けができない。リベラは呼吸を荒くしながら続けた。俺はいい。早く行け。ファーイーストは構わずにリベラに向かい発進させるようカルビンに命じる。だがカルビンは動かなかった。カルビン、何を。ファーイーストは視界の異変に気がついた。自らが放った狙撃銃のせいか、それともフィールド発生装置崩壊の余波のせいかは分からなかった。報道は巨大な瓦礫によって塞がれ始めていた。柱を失った中枢付近は、なし崩し的に瓦解を始め、
もはやリベラが生きていることが信じがたい状況だった。リベラさん、必ず助けに。ファーイーストの声を遮り、男は未練なく大声で言い放った。ふん、俺は幸せだ。これ以上ない死に場所だ。人の心配をしている場合じゃねえ。早く行け。あのデータを簡単に送り届けるんだろう。それ以上言えば、ファーイーストが乗るオートマトンも危険な状況だった。煙が立ち込めた行動で、ファーイーストは無言でうなずく。カルビンが操縦桿を握り、機体を反転させる。託された命と意志を、できるだけ長い間運び続けなければならない。奇跡が舞い降りるのを信じて、進み続けなければならない。誰かにここで、起きたことを伝えるために。リベラさん、僕は、絶対にあなたのことを忘れません。必ず生きて、地球に帰ってみせます。そしてここで、起きたすべてのことを、必ず伝えます。オートマトンが急加速を始め、中枢から撤退していく。崩れゆく惑星破壊兵器内部で、ファーイーストは自らが背負った使命を強く感じた。これまでに命を落とした仲間たちが脳内にフラッシュバックし、決意した。生きてやらなければならないことがある。生きるんだ。僕は、ここで、死んではいけない。移動するオートマトンの中で、ファーイーストは友軍艦艇へ通信をつなぐ。もう恐れはなかった。命を繋いだ全ての人を浮かべ、涙を散らしながらファーイーストは叫んだ。こちら、リベラ大隊所属ファーイースト、データを送ります。